今日はクリスマスイブ。街中がキラキラと輝いています。しかし、私の家はとても貧乏なので、ケーキもプレゼントも用意できません。私だけなら、それも我慢できるのですが。お母さん、お母さん、どうしても欲しいものがあるのだ。そんなに高くないのだ。どうしても欲しいのだ。普段は物分かりのいい娘がここまで言うのはとても珍しいことです。話を聞いてみると、学校のお友達に貧乏をからかわれてつい嘘をついてしまったようです。僕の家にだって今年はサンタさんが来るのだ。へえ、本当か？何を買ってもらうんだよ。ね、猫のぬいぐるみなのだ。なんだよ、ぬいぐるみなんて100円ショップでも売ってるぜ。キャッハッハ。まあ、片親のずんだもんにはお似合いかもな。じゃあ、買ってもらったら必ず俺たちに見せろよ。約束だぜ。見せなかったらお前は貧乏で片親の上に嘘つきってことになるからな。わかったのだ。お母さん、お願いなのだ。安いのでもいいから買ってほしいのだ。どうしてもどうしても欲しいのだ。ずんちゃん、買ってあげたい。いつも私を気遣って我慢ばかりしているこの子に、クリスマスくらい欲しがるものを買ってあげたい。大好きなこの子の笑顔が見たい。でも、わがままを言うんじゃありません。うちにはサンタさんは来ません。前から言ってるでしょう。なんでなのだ。他のお家には来るのに、どうして僕のお家だけ毎年来ないのだ。よそはよそ、うちはうちです。そんなによその家が良ければ、よその家の子にでもなっちゃいなさい。うわーん、うわーん、ひどいのだ。学校でみんなにいじめられるのだ。嘘つき呼ばわりされるのだ。知りません。嘘をつく方が悪いんです。うわーん、うわーん、お母さんなんて大嫌いなのだ。大嫌いで結構です。うわーん、バカー、バカー、クソババ。泣いてもダメ、わめいてもダメ、ダメなものはダメです。一度買わないと決めたものは絶対に買いません。買って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 くれなきゃ絶対嫌なのだ。買って買って買って。